次、誰行きましょうか。あれ、あ、え、あ、え、あ、デスクさん、あ、行きます、行きまーす。あはい、あ、いいですか、あ、いいですか、え、僕でいいですか、はい、いやもう、ぜひぜひやりたらついたんじゃないですか。いやいいですか、はい、はい、よろしくお願いします。2020、9月15日違う、いや、静岡県え、ちょっと、もう一回行きましょう、今、大事なところで なんか、はい、2020年、はい、9月15日、はい、静岡県、はい、富士市立、はい、吉原やったと思うんですけど、ね、吉原小学校、はい、小学校からのね、感想文ということで、はい、読まさせていただきます、はい。私は大ちゃんの詩の笛が心に残りました。いきなりですね、はい、いきなり。私もお祭りで笛を吹きますが、はい、大ちゃんのようには吹けません。おあと花ちゃんの三味線も心に残りました。おお、4年1組もう爪痕残しますね、これね。4年1組 AF さんですね。この日が多分花ちゃんあの連風のサポートデビューやったんじゃないですか、多分、ね、そうなんですね、うん、2020年9月あの静岡の日ですか、うん、あの静岡の日ですね。あなるほどなるほど。2人体育館であの大きな扇風機の前にぶっ倒れて、あの花ちゃんがお呼びしたから、まだちょっと写真載せときます。休憩してた時のさっきの写真ですね。これがね、やっぱり自分のことをまあね、ピンポイントで言ってくださってる。ああ、いいですね。ご本人が ね、笛を吹いているってことなんで、うん、また頑張ってもらえたらなと思って選びました。確かに、うん。今この方も中学生ですかね。ですね。ですね。2年前が5年生ですもんね。はい。はい、AF さんね。AF さん、はい。頑張ってほしいですね。はい、続きましてでございますけれども、はい、コロナでどこも行けなくて、つまらなかったけれど、はい、太鼓に元気をもらいました。もっと和太鼓がみんなに広められたらいいなと思います、はい、和太鼓かっこよかったです。また来てください。あ、吉原小学校2年1組、はい、TC さん、 TC さん、これ選んだ人他にいらっしゃるんですか、はい、これそうなんです。実はね、はなちゃんとノブも選んでたよね。あ、3人おんね、はい、3人いてたんですよね。すごいですね。あの、まあ、これはやっぱり一番ドア玉の言葉がね、ドア玉のパンチがね、良、ね、かったですよね。コロナでどこにも行けなくて、つまらなかったけど、うん、うん、っていう、ね、和太鼓、和楽器でね、皆さんに元気をお伝えできたのかなということで、嬉しく思って選びました。はい、ありがとうございます。はい、はい、では、あ、次行きますか。続きまして、はい、次の学校行きましょう。はい、2022年、はい、5月16日、はい、豊中市立西岡小学校、はい、これ共通のやつですね。共通の学校ですね。はい、共通ですね。はい、連風の皆様へ、はい、素敵な演奏とても心に響きました、はい、連風オリジナルの曲もとても楽しかったですし、はい、メンバーの中に2人も全国トップが いるってすごいし、はい、尊敬します、はい、これからもお体に気をつけて全国でみんなを笑顔にさせてください、はい、5年1組 KF 君ですね。そうですね、はい、はい、エア頭になってますけどね、はい、これね、はい、すごいね。あの、そうなんですよ、2人がね、全国、まあ、花ちゃんは、大輔さんも世界大会ですか？いや、僕はもう、あの、津軽の民謡の歌の方の大阪大会の、まあ、ちょっと優勝いただいたっていう、まあ、いろんな部門があるんでね。はい、で、花ちゃんの方は、世界大会、で、この間ね、5月のゴールデンウィークの時にあったのが3位。で、その前の年は2位っていうね、はい、2位、3位と続いてて、次はね、ぜひ1位をっていうのをちょっとあの学校公演の中で、紹介させていただいたら、子供たちね、あの、その印象がすごい残ってる感想っていっぱいあって、ちゃんと聞いてるんですね。めちゃくちゃいっぱいありました。ちょっと聞いてくれてるよ。聞いてくれてる。
ちゃんと聞いてくださってるんですね、本当に。聞いてますね、聞いてくれてるよ。聞いてくれてるね。はい。ちょっと聞いてください。小声で言ってももう入ってる。入ってる、このマイク。はい。恐ろしい。はい、じゃあ、大輔さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい。では、では、では。この流れでいくと次は花ちゃんですか、ね、花ちゃんかな。はい、じゃあ花ちゃんよろしくお願いします。よっよっ、あっ教会内のおっさんみたいなやめてください。はい、じゃあ花ちゃんお願いします。2020年9月15日静岡県富士市立吉原小学校。こんにちは。この前は素敵な演奏ありがとうございました。私がこの前一番びっくりしたのは三味線に3種類もあるということです。そして犬や猫の皮を使った三味線があることに驚きました。他にもいろいろ教えてくれて本当にありがとうございました。お体に気をつけてこれからも頑張ってください。はい、3年2組イニシャル SN ちゃんです。はい、ありがとうございます、ね、これはどこが、やっぱりちゃんと説明を聞いて、あーちゃんと説明聞いてるね、合ってるね。あーそれね、あーそれに反応した感じね。うーん、はい、じゃあ次の学校行きましょう。はい、はい、続きまして、2021年12月21日、はい、兵庫県高砂市立新井小学校。はい、大太鼓の音がとっても大きかったのでびっくりしました。三味線をしていた花さんの手がすごく速くてあんな風にできてすごいと思いました。太鼓をずっと打っていたのぶさんもずっと太鼓を打っているので最初から最後まで打っていたのに手が疲れないからすごいと思いました。いろんな太鼓やいろんな笛があってよくわかりました。また楽器のことをいろいろ教えてほしいです。あー、イニシャル MR ちゃん。MR さん、はい、ありがとうございます。絵が可愛い、ね、これ絵があるんやけどね、すごい可愛いね。もう花ちゃんもめちゃくちゃ笑顔やしね。すごい、いやいいね、いいですね。これはどこが気に入った？絵が、はい、絵が、絵が気に入ったね。うんうんうん、すごい時間かけて描いてくれたよね、これ多分ね。うん、はい、素晴らしい。ゾウリが出る。あ、ゾウリがね。あ、ほんまや、こう細かいこうディティールがすごい、すごいね。椅子もありません、花ちゃんの後ろに。あ、ほんまや、椅子あるね。ほんまや、すごいな、すごいですね。はい、それでは次お願いします。はい、2022年5月16日、大阪府豊中市立西岡小学。はい、これ共通のやつですね。今日はお忙しい中、素敵な演奏を聴かせていただきありがとうございました。いろいろな太鼓、すべて美しい音の太鼓でしたが、一番心に残ったのは大太鼓です。はい、大きい音ですが、私たちを驚かすように、綺麗な音が聞こえてきました。また太鼓の周りを叩くと高い音が聞こえました。皆さんが息を合わせての演奏は私の心を驚かされました。いやーすごい、おーすごいね。なるほどなるほど、字が綺麗くて、あー字が綺麗ね。確かに確かにね、驚かされましたって、うん、使います？使わない。すごい言葉を、いい言葉というか、なんかね、本当に、うん、表現がすごい豊かね、あのなってきますね、6年生になるとね、すごいですね。はい、ありがとうございます。はい、花ちゃんありがとうございます。はい、それではいきますか。おい、じゃあ、ここからノブの、選んできてくれた感想文を紹介していきたいと思います。はい、はい、よろしくお願いします。大阪府豊中市立西岡小学校さんです。はい、突然ですがマサさんはとても素晴らしいですということですね。ありがとうございます。続きがあります。 裏ももう咲きたいことがいっぱいで、ね、もううずうずしてたんでしょうね。